地区は松本清張の短編小説。別冊文芸春秋1957年4月号に掲載され、1957年12月に短編集、サシャの船板収録の一作として、地区間房から刊行された。1978年に小地区で映画化された。2002年に日本テレビ系列で、2017年に、 テレビ朝日系列でテレビドラマ化された。東京から急行列車で3時間を要するある地方で32歳の竹中総吉はようやく印刷屋の主になるところまでこぎつけた。狐のような顔をした妻、お梅との間に子供はなかった。商売の順調な総吉はある時料理屋の女中、菊代に惹かれる。なんとか、 菊代を養えそうな気がした総吉は彼女と関係を持った。好きな女を囲う身分になれたという重足は出世間に近かった。菊代との間には3人の子供ができた。しかしその後、近代的な印刷会社の進出や家事により、総吉の商売は冷落する。総吉から生活費のもらえなくなった菊代が3人の子を連れて総吉の家に乗り込んだため、 大梅にも事態が露見する。大梅の周知ちと女房の前にすくんだ、総吉のふぬけぶりに、聞くは怒り、出て行ってしまう。三人の子供が残されるが、女房の睨む中、弟は病死、妹は行方不明になり、兄も命を狙われる。本作は実話に基づいたフィクションである。賢治の河合慎太郎から聞いた話が、ベースになっており、著者による話のメモが残されている。 実際の事件は、骨董屋の男が目掛けに三人の子を産ませていたが、商売不審で仕送りができず、目掛けが子を連れて、男の家に来るところから始まる。その後、本妻に子を片付けると責められ、殺害及び、殺害未遂を経て、松崎町で逮捕された。男は在獄中に発狂死し,し、本妻は在官中であったという。 1978年10月7日公開。制作、配給は松竹。監督は、野村義太郎。主演は、岩下島、小形県。英語題名、ザデーモン。DVD および BD がリリースされている。同時上映は、リバイバル公開の、砂の器。舞台は、埼玉県、川越市。印刷屋を営む総吉は、妻、大梅に隠れ。 料理屋の女中、菊代を目掛けとして囲い、7年の間に3人の子供を産ませていた。しかし、総吉の印刷屋は、火事で設備の大半を失い、再建仕様にも得意先の大半を、大手の印刷会社に奪われ、有志の都合もつかず日の車、菊代に月々の生活費も渡せなくなっていた。生活に休止業を煮やした菊代は3人の子を連れ、 印刷屋に乗り込んできた。愛人と隠し子の存在を知ったお梅は激怒し、子供たちの前で菊代と宗吉を攻め立てる。そして翌朝、菊代は印刷屋に子供たちを置き去りにして姿を消した。父として何とか子供たちを家に置いてやりたいと思う宗吉だったが、花から他人様の子供など育てる気のないお梅は、子供たちに鬼のように辛く当たるのだった。 まさに虐待そのものだったが、清わな宗吉は子供たちに、おばちゃんの傍らに行ったら、ダメだぞと言い含めるのみだった。ついに罰死である次男、庄司が、お梅による、育児放棄の末、衰弱死する。お梅は、残りの子供も処分することを宗吉に迫り、宗吉は、長女、良子を、東京タワーに連れて行き、置き去りにする。 さらに長男、リーチをも毒殺しようとするものの果たせず、二人で涙にくれる。それでもお梅は譲らず、総吉は息子を連れ、東海道新幹線に乗った。それは、リーチの死に場所を探すための、あてのない旅だった。やがて、能登半島にたどり着き、日本海を望む岸壁で、総吉はリーチを海に落とす。リーチは、漁師に助けられ、命を取りやめたが、 刑事たちに事情を聞かれても、目標を貫くのだった。しかし、リーチの持ち物から足がつき、川越の印刷所に、能登の警察が来訪。総吉は、殺人未遂の容疑で警察に拘束される。刑事に付き添われ、総吉は、北陸の警察を訪れる。自身を、崖から突き落とした父を、目の当たりにしても、リーチは刑事たちに総吉のことをかばい。 涙をこらえながら、知らないおじさんだよ。と否定する。そんなリーチにすがりつき、総吉は後悔と罪悪感で号泣するのだった。松本成長スペシャル、帰畜。2002年10月15日21時3分から23時24分に、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠で放送された。舞台は、埼玉県川口市に設定。 火曜サスペンス劇場旋回突破記念作品。平成14年度文化庁芸術祭参加作品。後2004年3月24日21時から23時24分に松本清長ドラマスペシャル、鬼畜のタイトルで日本テレビ開局50周年記念番組として再放送された。現在は DVD 化されている。キャストスタッフ。 ドラマスペシャル松本成長基畜のタイトルで2017年12月24日21時から23時18分にテレビ朝日系列で放送された。主演は玉木博士、キャストスタッフ、ありがとうございます。